この動画は360度カメラで撮影しています。スマートフォンからご視聴の方は必ず YouTube アプリでご覧ください。アートホテル日暮里ラングウッドは2005年に全ての客室をリニューアル、スタイリッシュになりました。成田空港へ早朝向かうビジネスマンに人気、下町観光の拠点にも便利です。日暮里駅より徒歩1分の好立地、上野までは電車で約4分、新宿、東京まで20分の圏内と、ビジネス出張や観光のどちらにも最適なロケーションです。おしゃれなアートも見どころ、改装されたお部屋で快適に過ごすことができます。今回はそんなアートホテル日暮里ラングウッドを紹介します。エレベーターホール、常時3つのエレベーターが稼働しています。7階から12階までが客室となっています。客室は11階の上層階、部屋タイプは3型セミダブル、120cm 幅のセミダブルベッド、広さは16平米あり、ワンランク上のスタンダードダブルの客室よりも、なぜか2平米ほど広い構成になっていて、さらに一回りベッドが小さくなっている分、とても快適な広さになっていますね。客室からの眺め、ま、普通かな？悪くない眺めです。大規模な会議や祝賀会からプライベートの集まりまで、館内は多彩な宴会場とチャペルや神殿もあるようです。1階のレストラン、こちらは朝食会場になっています。開放的で爽やかな外光が差し込むレストランでは、約30種類の料理、10種類の飲み物をビュッフェスタイルで楽しむことができます。いかがでしたでしょうか。アートホテル日暮里ラングウッドは東京滞在時におすすめ。館内は多少古さを感じるものの、価格快適さと利便性のバランスに優れ、ビジネスからファミリーまで豊富な館内設備やサービスを取り揃えています。お近くにご宿泊の予定の方は参考にお役立てください。ご視聴ありがとうございました。